社会主義国。社会主義国とは、社会主義を標榜する国家のこと。通常は、憲法などで、社会主義を、国家理念、国家政策として掲げる、共和国であり、単に共産党が政権を担っているだけでは、社会主義国とは呼ばれない、キプロス、サンマリノなど。協議には、マルクス・レーニン主義を掲げる、国家。抗議には、社会主義的諸政策を推進している国家である。 最初の社会主義国家はソビエト社会主義、共和国連邦、ソ連で、ソ連崩壊後の現在では中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮、ベトナム、ラオス、キューバである。19世紀の資本主義社会は過酷な労働環境をもたらすなど多くの矛盾、問題点をはらんでいた。 その問題点は多くの社会主義学者によって分析され理想の社会が論じられてきたが特にカール・マルクス、フリードリ・ヒエンゲルスらは資本主義が成熟した後に社会主義、共産主義が実現しうるとした。世界初の労働者による革命政権は1871年のパリコミューンであり世界で最初の社会主義国家はロシア革命と10月革命を経て ボリシェビキが主導権を握ったことで1917年に成立したロシソビエト連邦社会主義共和国である。ボリシェビキの政権はロシア内戦を経て1922年に成立したソビエト連邦、ソ連の前身となった。この他にもロシア内戦の時期には旧ロシア帝国領内に複数の社会主義政権が生まれている。 1919年にはハンガリー評議会共和国が成立したが間もなく消滅した。1924年には中華民国から独立する形でアジア最初の社会主義国としてモンゴル人民共和国が誕生した。第二次世界大戦後多くの社会主義国が誕生した。東欧では多くの国々がソ連により解放された結果として社会主義国、 平成国となり、ソ連を名詞とする軍事同盟のワルシャー条約機構に加盟した東ドイツ、ポーランド、チェコスロバキア、ブルガリア、ルーマニア、ハンガリー、アルバニア。ただしアルバニアは中蘇対立の際に新中路線を取り合ったした。ユーゴスラビアは当初の新祖路線から独自の社会主義路線に転じ、非同盟中立政策や一定の自由市場経済を認める。 市場社会主義を採用した。東アジアでは、大日本帝国の敗戦により、1948年に大韓民国樹立に対抗する形で、朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮が成立した。中国では、王朝明政権が崩壊した後に、国境内戦が再開され、蒋介石率いる中国国民党及び、中華民国が台湾に逃走した結果、 1949年に中国共産党を率いる中華人民共和国が成立した。ソ連、中国の間では同盟が結ばれた。東南アジアでは終戦の混乱に乗じて1945年に旧仏領インドシナ地域が独立を宣言し、ベトナム民主共和国、北、ベトナムが成立した。しかし1946年にはフランスが 東南アジアの利権を守るべく、傀儡政権の高知シな共和国を成立させたことで、南北分断国家となり、南北対立と断続的な戦争が行われた。北ベトナムは、ソ連や中国の中祖対立では、ソ連側についた南ベトナムは当初は、フランスの後にはアメリカ合衆国の支援を受けた。しかし1975年、北ベトナム軍は、 南ベトナムの首都サイゴンを陥落させ、社会主義国としての統一を実現した。周辺国のカンボジア、ラオスも社会主義国となった。これに対し、ミャンマー、ビルマでは、1962年、ネウィンがそれまでの国内の混乱を背景にクーデターを決行。社会主義へのビルマの道と呼ばれる、独特の民族主義、国家主義、社会主義性を確立。 アメリカ・ソ連との関係を最低限の範囲にまで縮小させて国際的には孤立化の道を歩むこととなった。南アジアにおいてはインドはソ連の支援を受け社会主義的政策を取った。中東、アフリカでは1976年にはアンゴラ、1977年にはセーシェル、1978年にはエチオピア、モザンビーク、南イエメン。 アフガニスタンで社会主義政権もしくは新蘇政権が誕生した。中南米ではアメリカの繁殖民地状態であったキューバで1959年にカストロ率いる革命政権が発足した。また1970年にチリの自由選挙においてサルバドール・アジェンデが大統領に選出され。しかしこのアジェンデ政権は 1973年には CIA の講演を受けたピノチェと将軍らによるチリ軍事クーデターにより崩壊した。以上のように西側諸国はソ連が国内には恐怖政治、国外には革命の輸出を行っているとして軍事的圧力や経済封鎖、反革命勢力への武器提供や資金援助を行った。東側諸国はこれに対抗して 国内統制を強化し、コミンホルムを通じて、西側の社会主義政党にも介入したため、冷戦や朝鮮戦争やベトナム戦争などの代理戦争が繰り広げられた。なお東南アジア、アフリカ、南米などの社会主義国は、資本主義が進化して、社会主義へ進んだというより、急創四国である西側諸国と対決して、植民地や反植民地状態から独立し、 ソ連などの援助を得て国家指導の近代化建設を推進する面が強く陣営は異なるものの反共主義を掲げて西側の援助を得た開発途上国の開発独裁とも共通する。1953年にソ連及び社会主義陣営に絶対的な影響力を持っていたソ連の最高指導者ヨシフ・スターリンが死去すると1950年代半ば以降は 社会主義諸国の間でも様々な紛争が起こり、共産主は一枚には、社会主義国は将来的には共産主義を実現すると標榜していたという理念は短期間で崩壊した。1956年のスターリン批判とハンガリー動乱、米ソの平和共存路線に反対する形での中祖対立や、1968年のソ連のチェコスロバキアへの軍事介入、 1978年からのソ連のアフガニスタン侵攻、1979年の中越戦争などである。いくつかの社会主義国では、教育、福祉制度の充実が図られ一定の生産性の向上が見られたものの、軍事負担や西側の経済封鎖の影響もあり、生活水準の向上では資本主義国に取り残された。共産党一党独裁と、 中央集権的な官僚主義の弊害により民主主義は制限され、労働組合は9月の御用組合となり、党幹部は共産貴族とも呼ばれた。他方、資本主義諸国ではアメリカ合衆国のニューディール政策やイギリスの福祉国家、さらには北欧諸国の社会民主主義政策など教育水準の向上が社会流動性をもたらし、 社会保障等の福祉制度の充実と生産力の向上が貧困の克服と一定の社会の成熟と安定をもたらした。この背景には国際的にも国内的にも社会保障面で社会主義勢力に対抗する必要があった子、各国の社会民主主義勢力の役割などが挙げられる。1980年代後半にはソ連共産党による体制が消耗を見せ、 ベルリンの壁崩壊などの東欧諸国の民主化やペレストロイカを経て1991年にはソ連が崩壊した。重しの外れたヨーロッパの社会主義国は次々に社会体制を改め、現在ヨーロッパにはソ連型社会主義国は残っていない。二千十六年現在ではアジア、中華人民共和国、ベトナム、ラオス、北朝鮮と中米、 キューバでは一党独裁制の社会主義国が残っているが、それらの国々でも、北朝鮮を除けば、ある程度開発独裁的な体制である、社会主義市場経済を採用している。アジアでは、中華人民共和国は改革開放、ベトナムはドイモイ政策を採用し、政治的には、社会主義、共産党一党独裁を堅持しながらも、経済的には、資本主義化、 国有企業の株式会社化、外資誘致などを導入して効率化と発展を追求する一種の混合経済を進めている。朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮は独自の主体思想を掲げる軍事独裁先制国家で経済的、政治的な体制はソ連型社会主義とも異なるが2002年7月の経済改革では農産物など 部分的な自由市場が認められ、2009年の憲法では社会主義を標榜してはいるが、共産主義の後は削除され、独自の戦軍思想が明記された。一方、中南米ではキューバの社会主義政権が崩壊せず続いていることに加え、1990年代言い末より市場開放による国内産業の壊滅や貧富の差の拡大もあり、 左派勢力が力を増し、ベネズエラのチャベス政権を筆頭に、エクアドル、ニカラグア、ボリビアなど社会主義を施行する国が続いており、2009年にもエルサルバドルでは、かつては共産ゲリラであったファラブンドルティ、民族解放戦線が選挙で政権を奪取した。米州自由貿易地域に対抗した米州、ボリバル同盟が結成されている。なおロシア、 ベラルーシなどの旧社会主義権では、エリツィン時代の急速な市場を経済導入による混乱と国家弱体化の反動で、超大国時代の社会主義ソ連を解雇する層もあり、大統領への権限集中を後押しする一員となっている。西側諸国の社会主義者や社会主義政党では、かねてより、イギリス労働党などの社会民主主義と、 プロレタリア独裁を掲げソ連型社会主義を目指したマルクス・レーニン主義が対立していたがマルクス・レーニン主義勢力は次第に縮小した。日本共産党は1950年代から自主独立路線を掲げソ連共産党や中国共産党から次第に自律的な路線を模索し始める。1963年には部分的核実験禁止条約をきっかけに ソ連共産党と対立し、関係を断絶。1966年には、中国との対立も表面化し、翌年には関係断絶に至る。このような流れの中で、日本共産党は1966年の投稿領に自主独立路線を明記。1974年には、投稿領からプロレタリア独裁の規定を削除し、1976年には、 自由と民主主義の宣言を出して議会制民主主義の擁護を明確にした。西側最大の共産党であったイタリア共産党は1970年代にはマルクスレーニン主義を放棄しユーロコミニズムの路線を確立1980年代には社会民主主義政党へ路線転換した。西側では長らくソ連共産党への支持を続けたフランス共産党は 体調傾向にあり1990年代より多様な路線を模索している。対立する一方の超大国が消滅したため、世界唯一の超大国となったアメリカ合衆国の軍事力の突出に懸念する声もある。冷戦下では共通の敵を持ち歩調を合わせてきた西側諸国の中でもアメリカ合衆国の軍事行動に同調しないケースが増えつつある。 また冷戦終了後もアメリカ合衆国の二重基準が続いている民主主義と市場経済を唱えながらサウジアラビアやエジプトなどの独裁政権は支持し仮にも選挙で選ばれたイラン、ベネズエラなどの政権には敵対することを批判する声もある。2007年に世界金融危機が発生したがその背景として社会主義に勝利したとする新自由主義によって 推進された自由主義経済の行き過ぎ、市場原理主義と政府や社会による市場の監視、管理機能の低下が資本主義諸国の指導者からも含め広く指摘されている。ソ連及びソ連の影響下で成立した多くの社会主義国家では、基本的な教育、賃金、住宅、医療などが保障され、身分、民族、男女などによる差別は公式には否定され、 国家による産業、特にインフラの整備が行われて近代化が促進された。一方、基本的には共産党一党独裁であり、言論の自由、信教の自由などはしばしば制限され、また官僚制による腐敗や非効率も深刻化した。特にスターリン時代には大規模な人権侵害が長期間行われたことがスターリン批判で暴露されたが、 共産党独裁自体は継続された。また、ソ連の影響下の国々は、衛生国とも呼ばれ、制限主権論も唱えられた。ソ連の影響下ではなく独力で、社会主義政権を建設した国では、ユーゴスラビアやキューバのように、ソ連に比べ政権党の統制が、比較的緩やかな場合もあるが、それでも西側諸国に比べると、言論の自由は、制限されていた。とりわけ、 中国、カンボジア、北朝鮮は、ソ連以上に厳しい抑圧体制を敷いた。カンボジアのポルポト政権は、中国の文化大革命に触発されて極端な農業集団化を推し進め、人口700万の同国で150万から300万の国民、国外亡命者を含むを処刑した。1989年6月には中国で天安門事件が発生し、 民主化を求める学生デモを武力鎮圧し、ネット検閲によってサイバー空間でも国民を抑圧している。現存もしくは過去に存在した社会主義国の一覧は以下の通り、どのような範囲を社会主義または社会主義国と呼ぶかは議論があるが、ここでは憲法等の国家基本法等で社会主義を記した国を記載する。社会主義のうち、 特にマルクス・レーニン主義は共産主義と呼ばれることも多い。マルクス・レーニン主義以外の社会主義はアラブ社会主義、ビルマ型社会主義、主体思想など。なお、朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮は当初はマルクス・レーニン主義を発展させたとする主体思想を掲げていたが、1992年以降は憲法からマルクス・レーニン主義及び共産主義を削除し、 主体思想を掲げる社会主義となった。以下は戦争や革命の時期、第一次世界大戦の余波によるものが大部分に短期間存在したが、国際的な承認を得て永続的な政権には至らなかったものである。これらの政権は自らを一定の解釈のもとで社会主義であると主張した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。